これとりあえず吹っ飛ばして、はいはいはい、チームブーストでも余裕ですよ。チームブーストのヤマトでもさ、上手で勝ててしまう。さあ、オッケー、強さ。はい、どうも、下前でさえ、今回はね、上手 !100 レベにしてきました。なんならシリューも100レベなんでね、まあ、今日の、まあ、2本目の動画はね、シリュー100レベの動画なんでね、楽しみにしておいてくださいと。ということでね、まあ、今回は上手まず、上手100レベやっていこうか。話す感じ、簡単にまとめると、ダイヤモンド状態が、最強すぎます。つまり、ダイヤモンド状態とか、まあ、カウンターでダイヤモンド状態になるかならないかで、まあ、だいぶ変わってくると。だからね、相手がカウンターを、いかに引かないか。まあ、俺が相手だったらね、ジョーズが相手だったらいかにカウンターを、まあ、引かないか。まあ、それだけですね。まあ、カウンター引かなかったら、まあ、全然強くないです。でもカウンター一度引いてしまったら、結構ね、もうずっと無限ループで、もうダイヤモンド状態結構慣れたりするんで、まあ、そこがね、相当強いかなって思います。ということでね、今回、ジョーズ100レベルやっていこう。レッツラッゴー。はい、ということで、1戦目よろしくと。やっぱね、オープニングでも言ったんですけど、まあ、やっぱね、どれぐらいくらい相手はカウンターを引かないかってことにかかってくるんで、まあうまいおでんとかだったら、まあちょっとね、怠慢とかになったらちょっと厳しいっていうのはありましたね。はい、やっぱ通常攻撃確か3000とか食らったんすよ、お宝エリア内だと。ダイヤモンド状態じゃない時ね。そうだからね、やっぱなかなかそこら辺は難しいんだけど、でも逆に言えばダイヤモンド状態になっていけばいけると。ということでスキル1、オッケーオッケー。まあでも与えるダメージは少ないっす、正直少ないんで、まぁ、ちょっとね、まぁ、やっぱ怠慢で逃げられたりして、で、ダイヤモンド状態切れたら、攻撃されたらとか、されると、まぁ、ちょっとまたきついっすね、ということで。まぁ、とりあえず、ここをための2陣目守りに行きますか。いやー、あそこで放つ頭いいな。まぁ、さすがに KO できたと。さ、これは、ルフィ KO したかったな。で、あっちウソップいけそうだね。じゃあ、とりあえず、ここ C 地点行って、いや、あっち間に合うか？いや、間に合わないな。いやー、間に合わないからごめんと。いやー、ここどうしよっか、このヤマト。いや、いかにダイヤモンド状態になるかだからな。さあ、これ一発当てて、はい、オッケー。さあ、これ、ここからの無双状態始まっていこう。さあ、こうなったらもう止めらんないっすよ。マジで倒らんないんだよね、ダイヤモンドジョーズ。まあ、しかし、ちょっとに、旗握られたらちょっとやばいんで。さあ、これは一発、二発、三発。はい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 、いいね。さあ、いいよ。さあ、これちょっと立ちバグしてるけど、よろけ向こうに吹っ飛ばない。強すぎる。この特性強すぎる。ダイヤモンド状態最強。さあ、ここどうしよっか、フランキーか。まあ、ここ一発二発フェイクからの、さあ、うわ、それジャスト、なるか。さあ、フランキーでジャスト回避しやすいよね。さあ、ここはスキル1でとりあえずダウンさせーの。いや、どうしよっかな。フランキー相手しても、あ、戻るか。フランキー相手しててもあれなんで、ちょっとこれは、どうしようかな。まあ、とりあえずでもバウンドマンここにいるんで、さあ、バウンドマンに行けるってところを皆さんにお見せしたいところ。さあ、ここは、いや、うまいな、この人も。二段目打ってきたら、ダイヤモンド状態勝手になるんですよね。そう、だからそこをね、うまく活かしてきて、これ逃げられちゃうんだよな。機動力マジで機動力がね、ゲッターが高いのよね。まあ、ジョズが低いんじゃない、ゲッターが高い。これ鍵読んで一発二発。さあ、一発二発。オッケー、完璧。さあ、ヤマト来た。オッケー、一発。大体ね、大体初手結構、通常攻撃打ってくるんで、ダイヤモンド時代。そこにカウンター合わせるっていうのいい。やっぱね、ヤマトとジョズって、そのカウンターの回転率が、やっぱいいんすよ。それで、一回失敗しても二回目、もう溜まったみたいな状態でカウンター引く、これカウンター。うわー、恥ずかしい。まあ、でもこれあっち守れるか。いや、ま、とりあえずここ任せて。さあ、ジョズ対ビースター。オッケーオッケー、カウンター引かな、カウンター引かなければ対決だわ。カウンター引かなければ対決だからね。さあ、オッケー、スキル1当てて。はい、オッケー。ジョズの安定感は異常ということで、これカウンターを最後決めーの。はいはい、完璧、強すぎる。はい、ということで、2戦目よろしくと。いや、安定感あるっしょ。いや、やっぱね、このダイヤモンド状態が、やっぱね、どのキャラクターより強い、もうどのキャラクターよりも強いっす。ダイヤモンド状態、最強の状態以上かもしんないっす。マジで。全然食らわないし、やっぱね、そこら辺がいいとして、あ、こういうのを失敗しても、まあ、しかしカウンター失敗が、カウンター返しできないんですよ。それも、またメリットだよね。で、これでやっぱね、もう溜まったんってところを見せていきたい。さあ、オッケーオッケー。さあ、シリュウさんいいね。いい火力だね。あ、これいいよね、裏。さあ、これ、俺も今日動画化するんですけど、さあ、これとレッツスキル1で KO していくと。はい、完璧。
さあ、こっからどうしていこうか。いや、でも攻めれはしないからね、さすがに。まあでもダイヤモンド状態になったらね、ワンチャン攻めれるかもしんないから。いや、これ、間合い間違えたら終わる。間合い間違えたらゴリ押しされるから、さあ、オッケー、完璧な間合い。さあ、これカウンター決めちゃおっか。これカウンター決めちゃって、はい、もうこれあったらもう、杯なんてって感じっすよ。もうゴリ押しですから、もう、どんどんジャスト回避してくださいと。まあ、ダイヤモンド状態最強なんでね。さあ、おい、はい、はい、はい、犬神もこれ。犬神も全然食らわない。はい。これは、とりあえずロジャー吹っ飛ばして、火力解除。はい、はい、はい。さあ、これはジャスト回避して戻って、はい、カウンター。はい、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 はい。さあ、ここは一発二発。はい、はい、いいね。さあ、これはどうしよっか。さあ、これでもちょっとね、回避後の精神に対しては弱すぎる気がするけど、まあまあまあ、そこら辺はしょうがないかな。回避後の精神に弱いのは。さあ、これどうしよっかな。スキル1な、なんかある程度のアイスシールな、ある程度さ、温存しとかないと、剥がせないっすよね。まだ20秒なんでそこはいいとして。はいはい、これカウンターもらっちゃいますか。はい、こういうところをうまく利用していきたいところ。まあこれスキル1で、これ吹っ飛ばすしかないっすよね。さあこれ吹っ飛ばして、さあもうこれはちょろいっすよ。もうヤマトなんてマジで、もうちょろいね。あー、これチームブースト待つタイプか。まあ頭いいけど、まあまあ俺の上手にかかれば、別にチームブーストのヤマトだろうが、俺の簡単だぜと。はいはいはい、これ決めちゃったらもうチームブーストとはヤンパイですよ。ヤマトはおでんじゃないんでね。さあ、これとりあえず吹っ飛ばして、はいはいはい、チームブーストでも余裕ですよ。チームブーストのヤマトでもさあ上手で勝ててしまう。さあ、オッケー、強すぎる。さあ、これ、あ、やばい、剥がせないかも。これどうなんだ ?3 点目届くか ?3 発目届くか。あ、ナイスシリュー。ちょ、わかんなかったわ。届くかもわかんなかったけど。はい、一発二発。さあ、一発。はい、はい、強すぎ。マジで強くない?の、残りこの10秒。カウンターもある。絶対取られないからね。もうダウンどうぞどうぞどうぞ。もう、カウンターすらしないからね。さすがにロジャーはさせて。さすがにロジャーするけど。はい、完璧。いや、はい、ということで、3戦目よろしくと。いやー、ちょっとね、安定感がやっぱいいね。まあまあ、そこら辺生かしていきたいんだけど。いや、まあでもとりあえずね、これ先部かアトムどっちがいいんだろうな。杯もいるからな。でも、ヤマトもいるから何とも言えないよな。まあ、こういう時は考えずに何も戦おう。いや、いいね。てか、マリンフォードいいね。いや、どっかにミホークいねえかな。ミホークなんか、ボスバトみたいな感じで斬撃撃ってくれてもいいよ。俺のモチベ的にはね。さあ、とりあえずこれ C 地点守っていこうか。先2陣目は。あーっと、やらかした。まあ、2陣目よりね。まあ、僕は C 地点大事だと思うんでね。カイドウがいるんで。ちょっととりあえずここはカウンターを決め、ていく。え、カウンター長っ。カウンターの終わり際長いね。え、こんな長いんだ。他のキャラより全然長いから、そこめちゃめちゃプラス。さあ、とりあえず杯止めたいね。杯をオッケー、とりあえずバフ解除して止めて、レイリー裏手できるか。いや、タケそっちに向くな、バカ。カイドウに向いとけ。いや、これどうしようか。いや、これとりあえずこっち取ろうか。こっち、レイリーこっち来てほしいな。あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。さあ、とりあえずこれジャスト回避して、さあ、レイリーに旗握ってもらいいの。いやー、これカウンターするしかないよな。カウンターして、いや、旗握ったら解除されるけど、まあ、とりあえずもう、握っていくしかない。カイドウを、やっぱ吹っ飛ばせる状態にして、弱い状態にしたいんで、さあ、これとりあえず握って、いや、ま、どうしよっか。さあ、とりあえずこれで吹っ飛ばせる。はい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 。はいはいはい。これも、オッケー。いや、やらかし?オッケーオッケー、ナイスナイス。いや、こうなったらでかいよ。ガン攻めした甲斐があるってもんだ。さあ、キッドなんていたらもうね、もうカウンター引き放題ですから。もう永遠にもう守れますよ、ここ。任せてくださいと。いや、マジでこれ永遠に守れる説あるぞ。さあ、一発。オッケーオッケーオッケー。全然食らわない。全然食らわないから。今、チームブーストのキッドのスキルだからね。それを、やっぱこんだけしか食らわないっていうのは、相当強いですよ。はいはい、ダイヤモンド状態強い。はい、スキル値で KO、 ナイスコンボ。さあ、レイリー裏行ったけど、いやー、どうしよっか。あ、裏行かない。オッケーオッケー、よかったよかったよかった。ここゲージ少なかったらから、ワンチャンこっち攻めた方がいいかなと思ったんだけど、
まあ、俺は守りますか、とりあえず。いやー、オッケーオッケー。さあ、これとでジャスト回避。いや、でも今の食らった方が良かったな。ダイヤモンド状態に付与されるから。食らっても良かったけど、さ、とりあえずこれはごめん。任せろと。うん、任せろと。まあ、ジャスト回避、俺はされてないんでね。いや、任せろ！はい、ここから俺守ったら、マジですごくない？はい、ダイヤモンド状態。はい、桃源とつか吹っ飛ばす。え、マジでここ守ったらって、この二人から守ります。ちょ、ダイヤモンド状態になってるんで結構余裕だと思ってるけど。はいはいはい。はいはい、吹っ飛ばない。で、もうカウンター溜まる。はいはい。はい、もうカウンター溜まっちゃう。はい、この二人から余裕で守れてるっていう。いや、これ強くない？この二人から守れてるっていうのめちゃめちゃ強くない？はい、ということで、4戦目ラストよろしくと。いや、最後、おでんとレイリーから守りきれんの強くね。あそこ守りきれるディフェンダーは、もうほぼいないっすからね。本当に正直言うと。やっぱね、おでんとかでも出されたり、あ、カイドウとかでも出されたりする可能性はね、なきにしもあらずなんで、あそこロジャーだから、レイリー大丈夫だよな。レイリーこっち来るかな？いや、さすがに、こっち来るよな。さあ、オッケー、ジャスト回避しちゃって。ね、これを、ジャスト回避じゃなくて、初手カウンターでね、なんか返せたら、めちゃめちゃいいのかなって思うんすけどね。さあ、オッケー、とりあえず吹っ飛ばして、さあ、二陣目貯めに行くのもありなんだけど、二陣目行かれてるよな。ちょっと待って、これ二陣目行くしかないな。あ、ルフィか。いや、いけるな！ルフィはいけるな。さあ、オッケー、ここは、オッケー、ナイスカウンター。はいはい、見ててください、皆さん。これが、ジャスト回避できちゃうんですね。で、レイリーにタゲ取って、はい、オッケー、完璧。今、ちゃんとレイリーにタゲボタン押しましたからね。はい、ここどうしよっかな。さあ、レイリー見ながら、さあ、レイリーあっち行ったか、下降りたか。まあ、じゃあ、ここはルフィと対マンしていく。さあ、オッケー。さあ、ここから、はい、一発、一発。はい、はい、はい、一発に。おー、いいね！ほら、これがね、ルフィ弱いんですよ。だから一発止めしかできないんですよね。まあ、でも一発止めできるしね、結構いいんだけど。はい、オッケー。これでじゃあスキル1で吹っ飛ばしていく。はい、はい、はい、はい。強すぎるな。ルフィ、干渉じゃない、これに関しては。もはや。さあ、これ、こっから C 地点でいいかな。いやー、まあ、ゲージ少ないんで C 地点いきますか。まあ、他の上 D 地点とかは任せて。いや、でもちょっと攻めたいなー。これ、ブースト管理的に。どっかあともう一個欲しいんだけど。いや、難しい。え、でも、スキル1がやっぱね、地味にバフ解除っていうのも強いから、まあ、とりあえずこれ上で起点構えて、まあ、下がやばくなったら降りるって形が一番いいから、まあ、ここちゃんとゲージ溜まってないし、まあ、オッケーオッケー。さあ、ここはとりあえず、ここキープかな。さあ、これ3発目、殴ってこないか、さすがに。オッケーオッケー、カウンター。はいはいはい、ここからはもう無双だからね。マジで無双ってこのことを言うんだって感じですからね。さあ、え、下ナイス、ブースト前にそれはナイスだが、さあ、これは、はいはい、うわー、まあジャスト回避だったらそこそこダメージ入っちゃうか。まあ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 、別にお安い御用ですよ。はいはい、ナイス、初手からカウンター。はいはいはい、いやー、これな、気取る、ナイス、ヨンドリ。さあ、これぶち当てて、でもこれ剥がすやつがないな、あっち、ヤマト。まあまあ、しょうがないな。はい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 。これ全然美味しいですからね、今のスキルは。さあ、これはこっち守りに行くか。いやー、オッケー。はいはいはい、完璧。全然いい。全然完璧ではないけど、全然いいね。さあ、これ下取れるかな。あ、下取れそうだね。下行くしかない。さあ、これは、折り際を。はい、オッケー。完璧。ナイス KO。いいね。いや、マジで強いな。さあ、裏ヤマトだけど、レイリーだから大丈夫だよな。ここだけだよな、あと、ゲージ少ないし。さあ、これカウンター初手決めれば、もうあとは安牌。はい、吹っ飛ばない。ダメージ全然食らわないな。いや、強すぎるだろ、マジでこれ。